仮に言葉にしなかったとしても、こんな行動をあなたに対して示しているのであれば、彼はあなたのことを愛していると言ってもいいのではないでしょうか。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性の多くは、みんながみんなじゃないですけどね、多くの場合行動でね、あなたに対する愛を示そうとするんです。言葉でね、なかなか示してくれない。まあなぜ言葉で示さないかっていうと、まあ、言い慣れなかったりとかね、まあ、言う必要性を感じなかったりすることがある。その話はね、こういう動画でご紹介差し上げました。なぜね、彼はね、あなたに好きと言わないのか、愛していると言わないのか、いや、言えばいいだけじゃないかっていうふうに思うかもしれないけど、言えないというかね、言わないのにはちゃんと理由があるんです。それはね、ここでご紹介しています。リンク先がこちらに出ています。まあその理由はね、まあここで見ていただければいいとして、まあ今日はね、まあ言葉にはしないんだけど、あ、これって確かにあなたのことを愛しているよね、愛しているからこそそういう行動を取るんだよねという男性の行動パターンをね、5つご紹介をしていこうと思います。もちろんね、男性の行動といってもこの5つに限定されることではないし、ここで言ってない話でもね、それはあなたに対する愛情表現だよねと思えることっていくつでもあると思うんです。だからまあここで言ってないことに関してだとか、またこういうケース、ああいう場合、いろんなねバリエーションについては、僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況環境を詳しくお伺いさせていただきながら、より実践的なねアドバイスをさせていただいたりとか、また問題解決が必要であれば一緒に問題解決のためのお手伝いをね、していくこともできるので、リンク先こちらに出ていますから、こちらの方から日程等をご確認いただいて、お申し込みくださいませ。ということで、今日はね、こんなことをやっているとき、あなたに行動で、ね、示そうとしているとき、彼はあなたのことを愛しているのではないでしょうかということを5つ、いきたいと思いますが、そのうちの1番目はこちらですね。はい、あなたの味方でいようとしてくれる時ですね。あなたがね、誰かと対立をしているとか、まあ、あなたが何かしらねトラブルを抱えている時も、必ずやっぱりあなたを支えてくれる、必ずあなたの側に立ってくれている。ひょっとしたらあなたの方がすり違いでね、おかしなことを言っていて、他の人を困らせていることがあるかもしれない。そんな時でもね、まずは一回あなたの側に立ってくれて、問題が収束するまではね、あなたの味方でいてくれて、まあ、その上でね、まあ落ち着いた頃に、いやいや、これはね、あなたもこういうとこ良くなかったよねというお話をねする分にはいいと思うんです。ただあなたがね、やっぱり孤立していて、誰かと対立している時に相手の側に立ってね、あなたのことをね、やん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 と責め立てるような人っていうのは、まあ言っちゃうと、あなたのこと愛してないよね、愛してるというよりも、それは自分の保身に走ってるわけだから、自分の身が可愛いわけじゃないですか。だから自分で周りの空気を読んで、あ、これはこっち側についておいた方がいいぞということで、あなたを売ってるわけだよね、悪い方しちゃうと。ということはあなたのこと愛していないわけで、逆にあなたの側に立ってね、やっぱり自分が、傷ついて自分が痛い思いをしようとも、やっぱりあなたを守り通そうというふうに、まあ、思ってくれている、あなたを支えてくれている、あなたの味方でいてくれている時というのは、まあ、あなたのことね、愛してなきゃそんなことしないよ普通にね。その愛してない女のために、なんでわざわざね自分がボロカスになんなきゃいけないのかっていうことだから、そこはね、やっぱりそういう思いであなたに対して、まあ、接してくれている、あなたの味方でいてくれているわけだから、まあ、それは、そういうふうに、まあ、愛してくれてるんだというふうに思っていただいていいのかなと、思います。さあ、そして、2つ目いきましょう。こちらですね。はい、あなたのことをやっぱり優先しようとしてくれていることですね。優先しようとしてくれているということは、まあ、何につけてもね、全て、常時あなたを優先というのは、これは現実的に無理じゃないですか。だって仕事もあるしね、忙しいし、まあ、お相手がね家庭持ちの人だったら家庭の問題もあったりとか、まあ、いろんなご事情ありますよ。それはあなたにも事情があるでしょう。その中でできる範囲の中で、ね、極力やっぱりあなたのことを優先するために、まあ、時にね代償を厭わない、まあ、それはお金の問題なのか時間の問題なのかわからないけども、何かしらね、やっぱこう自分を犠牲にして、あなたのために、それはね時に忙しい中で仕事が終わって疲れてるんだけど、まあ、時間を取ってあなたに会うとか、まあ、場合によっては、まあ、お客さんとのアポイントずらしたりとかね、まあ、場合によっては、まあ、なけなしの貯金をね、いかが切り崩して、あなたのためになんかプレゼント買ったりとか、まあ、いろんなね、ことがあるでしょう。まあ、それは人によっていろんなできることがあります。ただ、彼にとってはね、ちょっとやっぱり痛いな、ちょっとしんどいな、ちょっと他のことを犠牲にしなきゃいけないなっていう時でも、やっぱり自分、を犠牲にしてね、代償を支払って、代償を厭わず、あなたのために、
まあ、時間を取るとかね、あなたのために何かをしようとしていることってね、見てりゃわかるじゃないですか。こんななんか無理してんなとかね、思う時ってありますよね。なんか本当に忙しいのになんかすごく時間を取ってくれてるなとか、単に都合よくね遊んでくれてるだけじゃなくて、まあ自分をね軽い女だと思ってるわけじゃなくて、ちゃんとね本当に大事にしてくれてるっていうことを感じることができる。そのためにいろんなものを、あ、この人失ってるんだろうな、いろんなことを代償として差し出してくれてるんだろうなって思う時ってありますよね。そういう時ってね、まず間違いなくあなたのこと愛してるし、これもねさっきも言ったけど、愛してない女のために代償なんかで、ね、差し出さないし、愛してない女のためにね時間取ったり金使ったりしないよ。そんな暇じゃないし、そんなにね、みんなお金に余裕があるわけじゃないんだから。だからそうしてくれてるっていうことが見えてるということは、仮に言葉で出されなかったとしてもね、やっぱり気持ちは汲んであげた方がいいのかなと思います。もちろんね言葉にしてあげれば一番いいんでしょうけど、代償をね差し出すというのは、一つこう男性からしてみた時に、やっぱりこう女性のためにね、まあ愛する人のために何かをやろう、その人を大事に思ってるという証拠の一つでもあるので、まあ、そんな話はね、だからずいぶん前にもこういう話をね差し上げました。だいたい本気でね、愛してる女のためにはね、やっぱりこういうことってねしますよ。唯一無二の存在というかね、本当にこの人のために、本気で愛してるという時は、まあリンクがここに出ているんでね、こちらの方を見ていただければ、今ねお話差し上げたのお話ご紹介差し上げてるんでね、こちらの方をご確認ください。そして、まあ 1,2 ときたら3番目はだから結局こういうことになるわけですよね。はい、あなたをやっぱり大切にしようとしていることですよね。大切にしようとしているというのはどういうことかというと、あなたを傷つけるようなことはしないということですよね。あなたを傷つけないようにやっぱり細心の注意を払う、まあね、あなたが やられて嫌なことはしないことです。あなたが望まないことはしない、まあ、もっと言うと、あなたが傷つくようなことは、絶対にしないんです。それは言葉一つもそうだし、まあ、態度行動含めてね、やっぱりこう一つ一つ慎重になりますよ。だからこういうことをやると私傷つくなとか、私こういうことされるとすごく不安になるなという話をされた時に、あ、じゃあそれは控えるよ、あ、それはじゃあちょっと気をつけるねということをちゃんとね、答えてくれて、そうしてくれる。もちろんそれもね、全部は全部それに、ね、乗っかれるかってそうじゃない。でも極力そうしようとする努力をね、まあ、さっき代償っていう話をしましたけど、代償を厭わずに、まあ、できる限りの範囲でね、やっぱりこうあなたを傷つけないようにこう大切にして、あなたを守ろうとしてくれるかどうかっていうことが、すごく重要で、そういう素振りがね、彼から見える、そして伝わってくる、実際にね行動として、あ、やってるよねっていうことが分かれば、まあいいんじゃないの、そういうふうに思ってて、愛してるんだ、愛されているんだと思っててね。だからまあこれもね、本当になんていうのかな、よくね、まあ、さっきも申し上げたように、どうでもいい女にはね、もうね、どうでもいい扱いしかしないんです。それはあなたもね、どうでもいい男には、まあもちろん大人としてね、社会人としてどうでもいい扱いはしないよ。それは当たり前ですけどね。ただ、あくまでもこう異性としての扱いというか、恋人や、まあ、配偶者としての扱いとしてどうでもいい扱いをしないでしょ。それはあなたが本当に大事な人だったら、逆に大事じゃなければね、まあ、どうでもいい扱いをするんだけど、だからそんな基準でね、考えていただくと、彼があなたのことを大切に思っているかどうかっていうのがね、しっかりとこう伝わってくるんだったら、もうそれは愛されてるし大切にされてるっていうことがね分かるんだったら、まあそれは受け入れてあげなよっていうふうに、考えてみてください。さあ、そして、まあ、1,2,3 ときたら4番目だからこそ、そうなんですよね、はい、しっかりとね感謝をあなたに伝えてくれることです。まあ、大事な人にねやっぱり何かをされればやっぱり大事に思う、ありがたいと思うじゃないですか。それはいや、それはね、タクシーの運転手さんにありがとうとかね、コンビニの店員さんにね、レジの会計してくれてありがとうっていうのと同じように、やっぱりこう身近でいる大切な存在だからこそね、やっぱりあなたがいること自体がね、やっぱり自分の喜びだし、あなたに会えたことそのものがね、やっぱり本当に心にね、心から感謝するべきことだということをやっぱり実感できているから、まあ、何かにつけてね、あなたに対してやっぱりありがとうという言葉を言うし、まあ、何かをねあなたがしてくれた時にやっぱり大きな感謝をね、示してくれる。それを言葉で示すのか態度でね、まあ、あ、この人感謝してくれてるんだなっていう、例えば何だろうかな、こう普段だったらねネクタイしないようなおっさんがね、まあ、最近はね、まあ、ノーネクタイの方なんかも多いんで、あなたがこうネクタイをプレゼントしたら、まあ、ありがとうってね、あんまりはっきり言わないんだけど、翌日からしっかりそのネクタイねずっとつけてるみたいなね、いやさ、これ嬉しいんだってことが分かったりするじゃないですか。感謝してるんだってことがね分かるでしょ。だから、まあ、そういうことが見えてるんだったら、まあ愛されてるんだというふうに思っていただいていいんじゃないですか。だから一番いいのはね、やっぱり言葉でねありがとうっていうふうに言ってくれて、それがね日頃から特に近い関係になればなるほど、
ね、日常の気遣いとか優しさみたいなものが当然に思えてきてしまうから、ありがとうっていう言葉が少なくなっていくんだけど、でもね、そんな中でもやっぱりありがとうっていう言葉は消えてなくならないというか、やっぱり常にね言い続けてくれる、そのことは、その時のありがとうはね、やっぱり愛してるという言葉と同義語だとね、思っていただいていいのではないでしょうか。そして、最後5番目ですね、その逆バージョン、こちらですね、お詫びをね、常にやっぱり行動で示すということ、いろいろねありますよ、男と女だし、まあ、人と人だし、すれ違いとかね、勘違い、誤解、またね意見の衝突とか、場合によってはね、あなたが予想しない何かによってあなたが傷ついてしまうこと、彼がねあなたを守ろうとしていても、あなたがね悲しい思いをすることがあるかもしれない、そんな時にね、ちゃんと彼はそれをね、お詫びをしてくれるかどうか、お詫びの態度を、行動でね何かしらの形で示してくれるか、例えば、細かい話で言えば、なんかデートの約束あったんだけど、それがドタキャンせざるを得なくなった彼の方からね。で、それに対して、フォローというか、じゃあ補填というかね、リカバリー策として、じゃあこういう形でね、次の日程どうですか、次はもっとね、ここでマイナスになってしまった分、プラス、何かしらね、もっとあなたを喜ばせるようなことをしてくれるとか、そういうね、お詫びの姿勢を常にあなたに示してくれるか、本当に小さいことでもそうなんですよ。本当にね、こう部屋をね、こうちょっと散らかっていて、そこをこう片付けてくれた感謝と同時に、汚いところを触らせて、ごめんね、悪かったねっていうようなことで何かしらね、そのお詫びの姿勢というか、なんかな気持ちをね、お示しする場合もあるでしょうし、あなたが嫌だっていうことをやったりとか、意見考え方が合わなくてその場その時は衝突するんだけど、後になってからちゃんとね、メールでもいいし、言葉でもいいし、ちゃんとね、あの時は悪かったと、ちょっと俺もいろいろ考えたけど、意見合わないこともあったけど、これは言い過ぎた、この件に関してはね本当にお詫びをするとかいうことをちゃんと言ってくれながら、合わないなりにちゃんとね、こう妥協というか、お互い落としどころをしっかりと見つけながら、どうやったら2人でこの先もね、この関係を良くしていくことができるかということまで考えてくれるかどうかというところがね、すごく重要なんで、事故が起こるのはね、望んではいないにしても人と人だから起こりますよ。だから衝突も起こるでしょうと。ただその後にどういうふうに彼がそれに対して対応してくれてるか、あなたに対してどんなねお詫びの姿勢を行動で示してくれるかというところを、考えてみていただいて、確かにこの人は常に私に対してねお詫びの体制、何かあった時にお詫びの気持ちを示してくれてるなっていうことが分かるんだったら、それは愛されてるというふうにね、本当にごめんなさいの一言は、愛してるのと同義語だと思っていただいてもいいのかなと思います。さあ、ということで、今日も5つご紹介をさせていただきました。冒頭申し上げたようにね、男の愛情表現って若干分かりづらかったりするんで、これだけじゃないこともいくつかあるんだけど、大きく分けてね、こういうところ分かりやすいところでは、あなたに対して見せる態度として、あるのかなと思います。なので言葉でね言ってくれれば確かにいいよねというのは冒頭申し上げた通り、ただ言葉でね示していなくてもこういう態度が見えてるんだったら、それはそれでねちょっと組んであげた方がいいのかなと思うし、こういう態度が見えてるんだったら、そんなにね不安や心配にならず、彼は愛してくれてるんだなということをやっぱり信じてあげるというか、あとはねあなたの彼を信じる力がね問われてるというふうに思っていただいてもいいのかなと思います。現場からは以上です。